ご意見番が食べてみた2024球場グルメ編です。はい、第6弾は西武ライオンズです。え、1ヶ月半休んでたの？2ヶ月ぐらいか。ずっと何も食べてませんでした。上原さんが帰ってこなかったから。あ、はい、ただいま。今日は帰りません。ただいま。今日はやっとです。はい、やっとご飯が出る。はい、竹谷の串カツ弁当。串カツ、トムさんを紹介する なんか当たり前のように当たり前に座ってるってこと。今日は、うん、あの能見さん応援ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。今日は能見さんも一緒に、はい、楽しみですね。え、相撲仲間？相撲仲間、僕はまだね、にわかですけど。いやいやいや、親方、はい、お願いします。親方では、いきます。このコーナーをですね、はい、あの、まあ、ちょっと食べて率直な感想をいただいて、はい、ということなんです。はい、はい、では、第6弾西武ライオンズ竹谷の串カツ弁当です、はい、どうぞ。串カツもう一つあります。はい、負けない飯、タカヤのハンバーグ&ハッシュドポテトです。これ好きなやつですよね、絶対。本人絶対好きやろね。串カツ弁当の方は、チラシみたいな感じになってますね、これ ね見ます。よし、で、まあ、あとほら、能見さんがカメラに向けてね。そういうこともさすが、慣れてるね。慣れてます、ありがとうございます。慣れてるね。はい、中村選手の出身地である大阪にちなんで串カツをメインにしたお弁当、ね、なるほど、ね、非常にボリュームたっぷり大阪グルメを堪能できる一品となっております。朝からだったらちょっと重い感じがするかもしれん ねちょっと能見さんは小食だと伺いました。はい、そうですね、ちょっと小食なんです。僕の体見てもらっていいですか？いやでも痩せの大食いとかおるやん。まあそうですけど、うん、串カツいきますか。でもメインは串カツなんでしょ。そうですね、そうです。串カツの種類が何なのだろう。これお肉か。これ肉じゃないの。あ、牛ですね。そうです、牛と豚があります、うん、あ、美味しいです。能見さん、揚げ物は結構お好きですか？揚げ物は好きですよ、うん、うん、そんなたくさんは食べれない朝食ですからね。結構次の日残らへん、残る年になってきた、揚げ物は。それどんだけ食べてですか？どんな、結構食べない結構食べてね。僕でもあのじゃがいもと餅ぐらいしか食べないです、うん、え？ 2 本じゃがいもと餅？はい、餅好きなんですよ。へえ、だから餅の本数めっちゃ食べる。餅ってでもすぐお腹膨らまへん。そうです、あのな、すごい腹持ちもいいんでね。あれはだから投げる前とかすごいいいっていうよね。うん、あれも美味しいですね。うまい。これアメリカで欲しいな。濃いと思いきやね、このチラシっていうところもね、いいアクセントになってますよね、これ。能見さんって投げるのは左なのに食べるのは右なんですか？はい、小学校1年生までは左やった。あ、じゃあ強制されたってこと？はい、全部左やった。やっぱり食べるのは右の方が食べやすいんですかね。いや、昭和の時代って左で食べるっていうのなかったでしょ。ああ、直されました。はい、書くのもそうですけど。そうそう、直されるよね、絶対ね。そうですかね。それがなんか良くないというか。こちらはですね、ハンバーグ&ハッシュドポテトということで、うん、これちょっとね、面白い。これ美味しそうですよ。幅広い世代から人気の中村選手の負けない飯には、定番のハンバーグサンドしました。ね、大人も子供も大好き。どういう感じなんだ。あ、あのでこういうこと？おにぎりっていうか、米で挟んでる。大根おろしソース。あ、へぇ。かけたかけた。これはうまそう。まあ、結構重いですね。ハッシュドポテトに大根おろしのソースって合うんですか？それはね、確かに斬新な。ねえ、ハンバーグはわかるな。ハンバーグ、はい、わかります。なんて言うんだろう。上原さん、感想が。あ、斬新ですね、なんかね。美味しいのは美味しい。美味しいのは美味しいけど。美味しいです。美味しい。でも、だから斬新という言葉がすごい合うと。食べた人にしか分からない。どう説明したらいいか。ね、
トの味っていうよりもハンバーグの味の方が合ってる、ね、濃いっていうか口には残る。また食べたいですか？全然ありだと思う。ありですか？うん。早っ。もみさんはなんか当番前とか何食べてました？僕カレーです。あえあれね、この間めっちゃ経由、ね、マウンドでえカレーやで。そう、そういう話ありましたね。前の晩ですよ、僕。あ、びっくりした。もう、まあ、だったら大丈夫。いや、投げる前言うから。投げる前はさすがに、はい、あの麺類と。そうだね、はい、大体そうだな。でカレーなんか食べてマウンド上がったらもう大変や、うん、やばいですね。なあ、もうこの辺からずっとカレーやそれで投げるの大変や。いや、それは俺は絶対パスタやった。パスタ、うん、パスタ、うん、炭水化物、まあ炭水化物やから前日の夜は、うん、で俺はもうパスタメインで、うん、その辺はちょっと僕はあんま分からないですけど、結構サッカー選手もねパスタ食べたりありますけど、ね、当日の朝は、当日の朝はパン食べるか、うん、はい、ちょっとご飯と納豆食べるかぐらいになりますけど、うん、夜ご飯にパスタっていう発想が僕の中ないですよ。へ、でもイタリアンとか行ったらそうなるやん、ね、パスタとかなっちゃうやんか、うん、イタリアン、そうですね、晩ご飯イタリアンとか行きます。行くよえ、これ俺がおかしいのか、どっちがおかしい、どっちがおかしい、ちょっと今、ちょっと行きます、行きます、行くよね、行きます。いやで、ワイン飲みながらとか、うん、ね、そっち側ですね、うん、僕お酒飲めないんで。いや、飲まなくても別に晩飯イタリアンとか、うん、ない、基本は、はい、少ない。パスタ自体はエネルギーなので、うん、どっちかといえば消化も早いですし、うん、なのでそれ考えると、うん、夜に食べる必要がないというか、うん、ああそっか、常にねそういう体のことを考えて、うん、そう、お酒飲むんですもんね、飲む、だったら、はい、大丈夫みたいです大丈夫ですありがとうございます。では採点お願いいたします。はい、竹谷の串カツ弁当、竹谷のハンバーグ&ハッシュドポテト、何あっぱれでしょうか。いきますよ、はい、これ収まりきるのか。お、3、お、まできますか。4、はい、ごあっぱれです、ね、高いですね。高いですよ、やっぱボリュームももちろんありますし、うん、これね、弁当1個だけじゃないっていうのもね、またこれが、え、これ一緒についてるわけじゃないでしょ、別売りでしょ、はい、でも選べるじゃないですか、うん、これでね、食べてしっかりと体力つけて応援できる体力つけて応援、はい、優しい。いやいや、でも味も本当にね美味しかったですし、いや、でも私のセーブは勝つだけどね、うん、まあそうですねお弁当はあっぱれはい、はい、いや確かに美味しかった、美味しかったですね、本当に美味しかったです。ありがとうございました。のみさんも今日は一緒に食べていただいて、いえいえ、ありがとうございます、ごちそうさまでした、ありがとうございました、ごちそうさまでした。仙台といえばってなってくるでしょ、なんか見ちゃいました、なんか見なくても読めるでしょ、わかりますか。